こんにちは、 YouTube の皆さん、ミスターノーマリーです。ということで今回はですね、この子とこの子の紹介をねしていこうかなと思うんですけど、さっきねこの子に首輪つけようと思ってここにポンって乗せたの。そしたらね、なんか高いとこ怖いのか知らんけどね、なんかここで固まっちゃったから、ちょうど動画も撮りやすいしいいやと思って、ちょっとこのままここに置いときます。でね、こっちがモクっていう子です。モクっていうトイプードルと、こちらがアプリっていうね、どちらもトイプードルの、こちらがモクが男の子で、こちらのアプリが女の子っていう感じですね。でこの子たちね、別に仲いいわけではないんだけど、まあなんだろう、普通にしてます。で同じ家からね保護をされてます。でもとにかく今週はわちゃわちゃパラダイスですね。今ここにね、もう一匹チワワのマシューがいますけれども、これとビーグルねいます。もう4匹います。で今もうね、ビーグルまで出すともう撮影にならないんで、一旦ちょっとこんな感じでねやろうかなと思います。よくよく考えてみればね、同系色わっしゃーいということで、まあ今日はねこの子たち紹介していくんだけど、この子モクは全然噛まないです。あのでこっちのアプリがね、もうすごいの、こんなになってるけど、噛みますパラダイスですね。噛みますパラダイスです。お、降りるの？降りなくていいよ、もうそこにいろ、お前は。噛む犬はそうやってそこにいろな。でこっちが噛みます。で僕まだ噛まれてないけど、まあ多分、まあ噛もうとしてきたのは、足触るとき、首輪つけるとき、まあいろいろ何回も噛もうとはしてきましたけど、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、タイミングとかが。なのでまあ僕は今のところ噛まれてないですね。でさっきはこの首輪をね一本緩かったんで、あの長い、きつく締めるっていうのをやるときにちょっとここに乗せてみたの。そしたらね、静かに今もこうやってね置物みたいになってますね。なのでこのままね撮影をしておきます。で木じゃねえじゃねえかよお前はよ、お前木じゃねえじゃねえかよ、お前はマシューだよ、マシューじゃないです、マシュマロです。僕がマシュマロって言いにくいからマシューって呼んでるだけです。今はこっちの木ですね。木おいでね。こっちはすごくいい子、可愛い子ですよ。はい、おいで、こっちおいで。はい、ぐり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 と。はい、こっちが可愛いボイプードルのね。まあ、顔も可愛いよね。で、こっちが5歳かな。5歳で、こっちが7歳か8歳。で、こっちが5歳。で、同じ家からで、保護の経緯が、最近海外勤務が多くなってしまったんで、飼育困難になったということみたいですね。なんかアプリが降りたんで、ちょっと木をこっちに置いてみましょうか。ねえ、ここはちょっと置物犬のスペースにしましょうか。でこの子はね全然噛まないし、すごいお利口さんですよ。可愛い子です。まあどっちも可愛いんだけどねまあとにかくわちゃわちゃなんでね、今日はまあまだこの子たち来たばっかなんで、そんなに里親募集って言ったってまだいまいち性格つかめてないんで、今日はちょっと預かり、多頭預かりの日常ということで、もうビーグルも出してわちゃわちゃしてみようかなと思います。さあおいでみんな、さあさあさあおいで。あー来た来た。あーわちゃわちゃパラダイス第1号。ね。春です。ビーグルの春です。ビーグル名前わかりました。ビーでもビクでもない春っていう名前です。ねえ、もう春とは、春の陽気とは思えない暑苦しいね、やつなんで、うちらはね、僕は熱帯夜と呼んでますけれども、まあ冗談ですけど、春と木と、あっちの奥にいるのが、なんだっけ、アプリですね。アプリコットだからアプリなのかな。なんでお前こんな濡れてんだ、ところで。お前なんでこんな濡れてんだよ、おしっこかこれ。もう大変。うん、わちゃわちゃです。あのさ、今日わかる？お前ら。いいんだけど、あの、お前らの動画じゃないんだよ、今日は。わかるか？お前らさ。なんか、今日は俺らの動画でしょみたいな感じで遊び始めたけど。あのね、この子たちね、ちなみにね、ハルとマシュー、まあ、全然仲良さそうに見えないんだけど、実は結構仲いいんですよ、こいつら。あのね、結構、ハルがマッシュのこと好きで突っかかってくんだけど、マッシュもね、実は結構、ハルに、おいっつってね、遊ぶぞっつってやるんだよ。なんかこうやって見てるとさ、いじめられてるみたいでしょ？だけど、あの、実はね、マッシュも結構、あの、ハルにね、突っかかってくんですよ。はい、もうこおいで。ね。もうこうなるからお前らね、お前出したくなかったんだよ。わかるか？はい。木ちょっとよ。あんま、もう、何これもう。
こうなってます。こうなってます。今ね。ね。こうなってます。僕おいでこっち。お前もそんなところで疲れたな。あ、だしつか。こっちは女の子ね、ちなみに。こっちが女の子。アプリが女の子で、で、モクさんが、男の子ですね。ね。なんかもうダメだね、これは。今日はもう落ち着いてるよ、この人たちは。お前らが落ち着いてないんだよ、もう。うっとしな。もう、うっとし、お前ら、本当に。アプリ。まあ、アプリなんかはちょっとね、まだ結構精神が不安定ですよ。うん。まあ、今ちょっと4人同時に放ってますけど、本来は、モクとアプリで、こいつら2人の感じで分けて出してるんですけど、まあ、ちょっと今撮影の都合上でね、こうやってやってますね。まあ、モクも可愛い子ですよ。うん、ちょっとあまりにこれじゃあ、この子たちの撮影にならないので、一旦この2匹、入れます。まあ、結構ね、アプリは甘えん坊ですよ。すごいね、この子は甘えん坊で。まあ、噛むんだけど、要はいわゆるなんだろうね。これすんごい甘やかされてきたから、もうなんか嫌なことしたら噛むみたいな感じなのかな。一応フードガードもあるわ。もうなんかいろいろあるよ。で、こいつらがね、まあ仲いいんだか悪いんだかよくわかりません。まあでも結構こうやって2人でいることも多いかな。って感じですね。ね、お前らは結構よく2人で一緒にいるよな。モクはね、すごい可愛いんだよ。モクはってまあアプリも可愛いけどさ。あっちは噛むからね、大変なんですけど。こっちはね、割といい子です。で、トイレはね、アプリは全然室内でトイレしない。で、こっちは結構ちょくちょくマーキングしとる。うん。で、こいつがね、こいつとマシューがね、僕の散歩とかしてるとね、足におしっこぶっかけてきやがるんですよ。なあ、お前な、何考えてんじゃん。え？本当によ、大変だよ、こいつら。可愛いから許しちゃうんだけどさ。な、お前も。お手。お手はしないの？匂い嗅ぐの？嗅がないで寝ちゃうの？もうなんかお疲れです、この人たち今日は。ね、あっちにも可愛い子がいますよ、ほら。今は、ちなみに iPhone15 の Pro Max に最近変えたので、これからね、散歩の動画とかもどんどん動画出していこうかなと思ってますよ。ねえ、あなた方可愛いですね。すごくない？このプロマックス。こんなにさ、一眼みたいな感じで撮れるんだよ。すごくない？焦点がこうやって合わせられんの。すごいよね。プロマックスなかなかすごいよ、レベルが。うん、可愛い。お前可愛いな、ほんとな。え？お前可愛いな。どうしたお前は。何でそんな可愛いんだ。ということでね、今日は、モクとアプリの動画でございました。なんかもう2人ともヘニョンってして寝だしちゃったんで、今日はこの辺にしとこうかなと思います。まあちょっとこいつらは、刑事サークルかな、サークルに2人で入れて休ませて、あのうるさいやつらを出しとこうと思います。貢献させとこうと思います。それじゃあ、この子たちのこと気になった方は、ぜひチャンネル登録、概要欄のみなしご救援隊猫上等センターさんまでご連絡ください。あと、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。すごいでしょ、この。こうして、こうやったら、もう、こんな、ね、臨場感溢れる動画が撮れるんですよ。ね、これもう GoPro だよ、GoPro、こんなの。すごくない？かわいい。お前なあ、手まで映っちゃったよ、かわいすぎて困ったね。はい、でね、最大でここまで行くよ、持っていくんだよ、こんなとこまで行くよ。もう何撮ってんだろうね、すごくないこれ、まあ、これでもすごいんだよ。まあ最後にね、ちょっと iPhone の Pro Max 自慢をして終わりにしておきます。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。